動画視聴についての諸注意。ドラお嬢様の動画は適当な主体とし、自分がやりたいように動画を制作しています。グダグダ動画が苦手な方はブラウザーバックを推奨します。荒らしコメントについてはユーザーブロックしますので、マナーを守ってご視聴ください。チャンネル登録をしていない方がまだいらしたら、チャンネル登録をお願いします。説明文の URL から関連のウェブサイトに移動しますので、そちらもよろしくお願いします。行くぞ、弾あったぞ。あれ当たんね。うわ、ごめん。さてタンクいた、よいしょ。ほっほっ、やべ、やっと。チャージャチャージャチャージャ、 We don't have time for this. Get up. やべ、スモーヤンがいる、どっかに。よかった、ショットガン持ってきて。いた、おいおい、これ車大丈夫か、これ。あ、なんか、おい、おお、使うぞ。やべ、さっき言ったことを無視してる俺。みんな来てるな、みんな車で待つぞ。よし、よし。おー、なんかあった、あそこにトランク、トランクじゃない、ちょっと、トラックの中になんかある。おっと、あー、こっちのショットガンにしよう。一旦消去していく。おい、回復したら言って。してねえのかよ、したのかよ。よっしゃ、行くぜ。ほっ、ああ、ほっ、投擲がないよね。トラックにもなかったし。落ちろ。うわー、当たってねえのかよ、この距離で。何これ、無敵なんだけど。たまってやんの。あ、これうえい、このポールで突っかかった。嘘だ、ウェイ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 。こう、マシンガンしか使わない俺のマシンガン弊害。あっ、やっべ、こっ、やべ、あともう逃げるだけ。よし、ちょっとラッシュが和らぐまで待つじゃん、待つじゃん、待つぜ。やむことないけど、やわらぐ程度まで頑張る。こって弾ねえな、じゃあ突っ込むぞ。よっしゃ、行くぜ。ここまで来たらなんとかいけると思う。出るよね。おお、びっくりした。適当に撃てば守る、守れる。タンク、おお、うわ、おい、あ、うわ、
つお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 薬ほっわーっと走れ走れ、道こっちあこっちとあー電話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 めっちゃ電話めっちゃ電話きた。電話電話切った。うえーいクリアーベイベーベイベーうえーい。やったNPC は投擲は使わないんですよ、ね。気絶も。おい、デブ12回も来たのか。あんだけやってんの799か。俺1000ぐらい行ったのかなと思ったけどね。どうしうちはみんな嘘つきだ。俺結構打たれたぞ。ヘッドショット決めるより胴体の方が、ね、的がでかいですからね。一応2000はいったのか。きつかったぞすっごいきつかった。最後感じれないのはちょっと答えましたね。はい、ということでザーサパッシュパリッシュ終わりましたね。2のミッションはこれで終わりなんですよね。で、次回から1のステージ。サクリフェスはですね、デッドセンターじゃねえ、どこだっけな。多分ザ・パッシングだったかな。ぐらいで1のキャラクターが出たと思うんですけど、そこの、なんで1のキャラがそこにいたのかっていう、ストーリーです。で、ノーマーシーから、ブラッドハーベストまでは、1のステージだですね。ワンのステージをツワンのキャラクターで行って、近接武器と炭治郎やらワンでなかった武器とかが使えるようになってプレイできるってことですね。あとはこのアドオンキャンペーンというのはネット上に配布されているマップを入れているんで、ワンのメンバーが終わったらここもやってみたいなと思ってますね。ですね、キャンペーン以外にも例えばリアサバイバルっていうのがあって、例えばこういうミッションを選んで、そこのなんだっけ、まあこの画面ディスプレイのね、あのタイマーが表示されて、何分以上経ったらブロンズ、シルバー、ゴールドっていうメダル式で、まあ、無限ラッシュをですね、どれぐらい生き残るかっていうのがサバイバルです。はい。まあ、後々紹介することでしょう。ということで、ご視聴あっざーした。デュア。またこのスクリーンショットを間違えて撮っちゃった。今日の動画が気に入った方は、チャンネル登録をお願いします。